まあ、人生の扉って言ったらかなりこうなんていうか、大げさなと思うか分かりませんけど、なんかこう自分で新しいことをやるときにこう扉ってありますよね。その扉を開けていける人となかなか開かない人ね。なんだこの扉ってね。でその鍵がかかってないやないかと、その鍵をちゃんとピッと入れたらスッと開いていくる、その鍵をちゃんと持ってる人と持ってない人、まあ、そういうことってあるじゃないですか。でそれをね、ちょっと一緒になって考えてみてくださいよ、ね、なんか知らんけどその扉をパン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 開けてですね、楽に前に進んで開いていく、世界をこうどんどん広げていく人と、なんかこうどうしても開かなんっていうね、そういうのでこう常にこう焦って悪戦苦闘してる、そういう方、冷や汗かいてる人、いろいろといてると思うんですが、その時のタイミングとかその時の環境によっても違うんですが、その違いについてちょっと考えてみませんか今日ね。まあ、ちょっと具体的な話をね、すればそのさっきの受賞をするかしないかっていうね、まあ、なんかグランプリを取ろうとみんな頑張ってるんだけど、そのグランプリが取れる人と取れない人、この差って何かなって、ね、それも一つの扉じゃないですか。なんか私はこのステージでグランプリ取るんだっていう目標に向けてみんな頑張ってるわけけども、それでも取れる人と取れない人、高校野球であると甲子園に行きたいけども行ける人と行けない人、まあ、いろいろあると思うんですが、その扉の開ける時と開かない時、実際まあ開かない時っていうのは、僕は多分その扉が、この扉を開いてステージでグランプリ取りたいって思う人ね、それを取れない人っていうのはそういう時期なんかなって思ったりするわけですね。扉が開かない時と開く時っていうのを、まあ、客観的に考えると、開かないということはその人がまだそこに行く扉を開いた時に自分の実力がまだそこに伴わないから、その扉が開いてくれない。で開かないということは、その自分が開くためのスキルとか自分の考えとか自分の、メンタルを整える時期であるんではないかと、まあ、そんな風に考えたりしますよね。だからステージでグランプリ取ってる人はさすがにみんな喜んでますけど、悔しい思いをしている人もなんかこうなんていうかな、達成感はあるんかわからないけどすごく悲しんでますよね。でそこでもね、差が出るんですよね。これをこう見ていただいている方々ね、自分がその立場になって考えてもらったらいいんだけど、なんかこう結果が出なかった時に人に当たったりする人っているじゃないですか。まさしくそのグランプリを取れなかった方々のその後の振る舞いとかをも見てたら分かるんですよ。だから取れないんやなっていう人もいてるわけですよね。取れなかったら悔しいのは分かるんだけど、そこへ来るまでにいろんな方々にお世話になってるとか、いろんな方々にどういう対応したらいいかっていうことをしっかりとすぐに自分を切り替えてね、心を切り替えて、その人に当たらないっていう、こういうなんていうかな、これも実力やと思うんですね。だからよくそのなんか結果が出なかったからって言って人のせいにしたりとか、それとかちょっとこうなんていうかな、意固地になったりとか、もうそこでこそ笑顔を出してほしいわけですね、人に会うときに。で人がいてないときに一人でこっそり泣いたらいいんですよ。悔し涙出したらいいけども、周りにいてて周りにそういういらん心配をかけないような振る舞いをする、まあ、こういう人が実は次のグランプリになるんじゃないかと、グランプリ取るんじゃないかって思うわけですよね。だから扉を開ける人、開けない人には、今も言ったようにその心構え、準備とか、そういうメンタルの強さとか、それから周りに対するこのなんていうかな、感謝とか思いやりとか、そういう気持ちっていうのをどっかでこう忘れてるとか、それとか取れない時っていうのは、まあ、賞が取れない時っていうのは結局自分の努力不足であったりとか、その継続の仕方がやっぱりまだまだ足らんかったと、そういうふうに自分を自己認識する、その反省をするという、そういう素直な気持ち、これもすごく大事ですよね。ところがその取れなかった時に、なんであの人よりか私が取れないよとか、なんで私よりかあの人しか劣ってんのにとか、こう比較してね、なんかその顔がバンバン前に出てる人とかいてるじゃないですか。逆にね、そういう人を見てると僕はね、なんかちょっとこう悲しくなるというか、例えばこういうコンテストのね、ミセスオブザイヤーコンテストっていうことは、
やっぱりその美の美しさを競うとか心の美しさを競うわけですから、外見だけではなくその内面性の美しさも競う大会なんかは特にその人をこう蹴落としてでもなんとか取るっていう気持ちの人よりかは、やっぱりみんなでこう切磋琢磨して成長していったともに頑張って、自分が取れなかったも取った方にやっぱ称賛する、そういうなんていうかな、余裕とかそういうね気持ちでオーラを持ってる人っていうのは次回取ったりしますよね。だからやっぱりそういう人っていうのは常に自分を見つめ直して、前回に至らなかったことをどうしたらできるんかっていうことをこう常にね考えていくと、もうはっきり言って人のせいにしないということですよね。だから自分の扉、人生の自分の扉を開くというのは、もちろんその自分一人で開けるもんではないわけですよね。常にその扉は周りの人の力を借りて、その周りの人の例えばキーを借りるとかね、扉の鍵をかかってたらその鍵をもらうとかね、まあ、そういうやっぱりこうなんていうかな、なんか社会ってそんなような、まあ、今日は扉の話してますけど、僕はそういうふうに、ずっと経験してきたんですね。それとまあやっぱり舞台とかに出ていく時っていうのは、なんていうかな、自信を持つっていうのは簡単、自信持ってくださいっていうのは簡単に言ったらいいんやけど、なかなか自信持てって自信すぐに持てるもんではないんで、あとは僕いつも言うんやけど、自分のやっぱりやってきた過程を信じるっていうのかな、だからこそやっぱり経験していかなあかんよね。やっぱり自分で努力するとかレッスンするとか、そのやったことはもう自分を褒めていくと、自分自身を褒めると、もうここまで来たから大丈夫みたいな感じで自信を持たして前に出る。あとはもう精一杯やったらそれはそれで自分を褒めてあげる。結果ね、ダメだったとしてもその扉は今は開けないけども、今も言ったタイミングがあるから、その次の扉を開けるためにまた次のレッスンとか課題があるはずなんですよね、ということですね。この扉というのは、まあ、大なり小なりね、人生においていろんな扉ってありますよね。で、まあ、今日はこのライブ配信なんでこの美の扉っていう話をちょっとね、それにかけてやりますと、美しくなれるのにその扉開いたらっていう、開けたらっていう感覚の人っていてません？うん、美しくなれる扉っていっぱいあるとしますよね。目の前にあるわけです。例えば、うわこんな大会出てみたいわって、憧れて美しくなりたいわって思ってその扉を開けばそこへ自分も入っていけれるんだけど、なかなかその扉を開く勇気がないっていうね、美しくなれるのにそれ開けたらみたいなね、あるじゃないですか。そこはなぜ開けられないかというところになってきますよね。でそこは何かというと、結局自分のなんていうかな、自己肯定感っていうことにも寄ってくるわけです。私なんかそんなところに出れないわっていうふうにし、私なんかって思ってる人が実は出てすごくグランプリ取ったっていうか経験の方多いんですよ、今回ね。最初は私なんかこんなところに出るのはっていうふうにしてみんな言ってるわけですよ。ところがチャレンジする、一歩踏み出してみる、そのことによって練習をする、そして自分の考え方もどんどん固まってくる、で結果グランプリ取るっていうね、やっぱり過程がありますよね。だから、まあ一般の方が別にグランプリ取るためにね、そういう大会出てくださいっていう、大きな大会出てくださいっていうのはなかったも日頃でもあるじゃないですか。ちょっとこのその新しいなんか新商品ファンデーションかなんか出ましたよね、そのファンデーションを使うか使わないかのこの扉ってありますよね。いいというものをできるだけ扉を開けていく、こういうものでも商品を使うか使わないかっていう、まあ、扉ですね、これもね、美しくなるための扉を開くか開かないかで、開こうとしてるのに開けない人もいてるわけですね。これは何が邪魔をしてるかというと、猜疑心とかね、やっぱりこう自分の今まで失敗したことがすごく怖くって、そういうこともまたなんかどうせダメだろうっていうような、そういう気持ちにどんどんね、負のスパイラルに入ってる人っていてるんですね。でそこはね、やっぱきちっと僕らは後押しをするためにどんどんお話をするんだけども、やっぱ長年こうのずっとこうそういう猜疑心が強い人は自分のなんていうか実力というか自分の可能性というにもなんかこう疑問符を打ったりするわけですよね。だからやっぱりそれもね、やっぱりこういう習慣になっていくんで、まあできればもうこういう僕は綺麗になりたいという人が来たら、まあ、後押しバンバンするんですよ。でとにかくやってみて、でしかもこう同じものを使う時でもいつも言うんやけど、いつも言いますよ ね、同じものを使う時、例えばこれが1万円としても、1万円は高っ、
こんなん使って本当に綺麗になれるんかなっていうクエスチョンをつけたまま使わないこと、わかります？これね、もう私はめちゃくちゃ綺麗になるんやということを常にこの商品も信じると同時に自分の未来を信じる、イメージをする、これをするし続けることによって必ず綺麗になります。断言しておきます。ね、慣れない人っていうのは使い方がまずかったり猜疑心があったり、どうしても自分の中で継続心がなかったりとかで、結局結果を出す前にその扉を自分でパシンと閉めてしまうんですよね。まあ、そうならないためにぜひね、綺麗の扉をバンバン開けていってください、ね、さっきも言いましたけど、その、開けるための鍵がかかってた場合はプロの僕たちのような、例えば美のスペシャリストに鍵をもらってパッと開けて、どうぞ行ってらっしゃいみたいなね、そんな感じで、協力をみんなにしてもらいながら自分の行きたいところにバンバン走っていく、扉を開けていく、自由に開けていく。でいくつ開けてもいいんですよ。美の扉っていうのはいくつ開けてもいいし、ね、幸せになりたいっていう扉はこれ一個だけ幸せになったら、もうこれ以上やったらなんかまた、不幸せになるんちゃうかなって、そんなこと思う必要ないんです。こっちも幸せ、あっちも幸せ、幸せの扉をバンバン開けまくる。そこには際限はございません。自分が死ぬまでどんどん幸せになるんやっていうつもりで開けていく、そしてどんどん美しくなっていくんや、綺麗になっていくんやというね、そういうつもりで際限なく頑張ってみてくださいということでグランプリ取れた人取れない人、ね、賞に入る人入れない人で、何かこうビジネスやってて成果が出る人出ない人、いろんなタイミングはもちろんあると思うんですが、まあ、僕なりにいろいろとその扉を開ける人のちょっとコツみたいなものをちょっとだけ僕まとめに思ったことをね、日頃からやっぱりまず何が来ても自分が何かこうチャンスの扉が前に出る時あるじゃないですか。安村あの人が世界で大会で100人のうちの、まあ、日本人の誇る1人に入ったということは、もう相当やっぱりいろいろことを準備してると思うんですね。だからやっぱり常日頃その結果が出ない時でも、その新しい自分の大きなチャレンジする扉が来る前に、やっぱりね、日頃から陰で、ね、自分の準備と機会を待ってるっていう人多いですよね。だからグランプリを取っていく、大会で取っていく、その大会前だけ努力するんじゃなくて、日頃の自分の生活の中でもそれを意識してるとか、それに必要なものをどんどん取り入れて勉強していくとか、まあ、こういう下準備っていうのはすごくやっぱり努力をしてる。それからその準備をしていくために自分ということをよく知る、その扉を開けていくときには自分がその扉を開ける何が必要かっていう自分の得意とする部分と弱みっていうのをしっかりと見つめることが大事であります。これはまあ僕も思うんだけども、例えば何かステージでやなあかんときに、あ、これは自分が今スピーチ力弱いなとか、あ、また自分はこのアドリブ力強いなって、こういうの自分のことをしっかりと知っておくと、今このステージに上げてもらった時に何をしたらいいかということを客観視できる力、これもね大事です。その客観視できる力が周りの人をに対して貢献できる力になるんで、その時に扉がパンと開いたり しますよね。だから常日頃自分が強いものを伸ばしていって、弱いウィークポイントは多少自分が努力してそれを上げておく、レベルを上げておく、こういうこともすごく大事。それから、やっぱり扉を開けた時に、開ける時に誰だって新しい扉なんで結構勇気がありますよね。その開ける瞬間に何が必要になるかっていうと、自分のことを信じるメンタル力っていうのが大事になります。これはもう心の持ち方なんで、心の持ち方なんかってメンタルつけといてねっていうのは簡単やけど、結局日頃から自分を信じて小さいことを新しくどんどんチャレンジする習慣をしておく、そうすると、どんどん大きな扉が来た時にバーンと開けていく、その自分のなんていうかな、自己肯定力、自己肯定力と、もう一つエフィカシーっていう言葉があるんですけど、このエフィカシーは将来どんなことが起こっても私は僕はやっていけるっていう、この、自己肯定力よりかもっと高い未来への自分の可能性っていうことを自覚できるっていう力ね、これエフィカシーって言いますよね。でこれをしっかりと常日頃から感じて考えて持っておくということになります。はい、それともう一つは、自分が一人で今まで生きてきたんじゃないから、再認識してほしいのは今の周りにいている自分の仲間、ブレーン、それからお世話になった方々にどんな感謝を
常日頃から感じて生きているか、これによっていざさあ扉開けるぞって言った時に周りがバーンと後押ししてくれたり協力をしてくれたりして、そのおい、あ、鍵ないと、鍵なかったらこれ使えみたいな感じでパンと開けていってもらえるという ね、これを見ていただいている方はいろんなその美容の関連の質問もそうだし、まあ、美容というのはね、あのいつも言ってるように美を追求することは自分の人生を輝かせるための一つの訓練になりますからね。だから美しさは必ず自分の人生を成功に導いてくれます、うん、あの心がよどんだりね、心がこう止まる、水で言うと止まってしまったりするとどうしても次へこう成長がストップしてしまいますからね。だからそういう部分では自分の顔を、鏡を見て、それにメイクでもスキンケアでも、ね、日々昨日より今日より明日というね、この小さなこの積み重ねをしっかりと、美を磨くことによって自分の人生を磨いていくというね、こういう間違いなくこういう連動をしっかりとしてますからね。ということで、来週まで、ね、どうぞごきげんよう。暑いので熱中症など気をつけてください。それでは良い日曜日を。